この前の動画の最後にこれ作ったよと。長年の研究の結果ついに新シリーズ T07P っていうね。 OPS って何ぞやと。多分ねマーチン社も言ってないと思うんですけどこれには豊かなオーバートーンが返ってくるんですよ。構造的にその倍音作り出してる作り出してる。こちらの D45 と比べてどうなのかっていうところを。これ完成形だと。フィンガースタイルができるドレッドの、しかもリッチな倍音。なかなか日本ではこういうギター作れなかったんだけど、はい、よく作ったねって。もっともっと時間が経って引き込めばこういう風になってくるなってるかもしれない。試し弾き。こんにちは。ということで今日も試し弾きしていこうと思うんですけれども、いつもお世話になってます井岡さんです。よろしくお願いします。はい、そして前回ご登場いただきました中北さんです。中北です。よろしくお願いします。前回はこれ持っていただいている4号シリーズバシバシ弾いていただきまして、もう倍音の構図に浸った私たちなんですけれども、すごいですね。この前の動画の最後にこれ作ったよと。ついに新シリーズ。新シリーズ。まあ、OTS というね、はい、オーバートンシステムというものを入れ込んだ、このね、4号の鳴りに近づくかどうかっていうところを、はい、研究して作ったこのギターが、はい、今日持ってきていただいたんで、はい、これと、この本物の4号を比べてみるという、そういう回に。なっております。身のほど知らずも甚だしいっていうところですけどこちらは82歳のギター、はい、こちら2ヶ月2ヶ月で2ヶ月どこまで迫れるかっていうところなんですけど、まあ、ブランドこれエアーズというブランドで、はい、モデル名はあるんですか。まあ、T07P っていうね、トップがアルパインの、はい、まあ、インディアンローズ、ね、なるほどね。これはもうまた綺麗な、ね、はい、美しい、もう装飾も素晴らしいですね。でこれ OTS が入ってるぞと、はい、で OTS って何ぞやと言ってる方がいらっしゃると思うん で、そうですね、ちょっとお伺いできますか。簡単に言えば倍音がこう返ってくる、うん、実はマーチンも縦ロゴと横ロゴが存在して、はい、この縦ロゴマーチンですね、これには豊かなオーバートーンがこう返ってくるんですよ。そこ違う、違うんですよ、うん、横ロゴがちょっとシンプルな感じなんです、はい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 、これはもうリッチな、リッチ、リッチな倍音。ただこう装飾が入っただけじゃないですね。ないんですよ。いやそれは知らなかった。多分ね、うん、マーチン社も言ってないと思うんですけど縦ロゴがそうなってる。はい、それが聞こえてくる秘訣というか秘密、はい、が存在するんですよ。この中入ってるんですか。入ってるんですよ。まあ、どうなんでなんて言うの。それはちょっと言えないんですけど。企業秘密してほしいんですよ。はい、おそれ入れ込んだぞと。でもそれを開発するにあたって、うん、言える範囲では、うん、この中北コレクションがすごい良いヒントを与えてくれる。そうですよ、ね、何回かここ叩いたりここ叩いたりそう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 、ここへ来るためにこれ叩かれてました。コンコンされてましたが。されてましたよ、そういえば。表板と裏板のピッチが違うんですよ、倍音のあるギターは。大体ね、5度になってる。裏がドードードーって言うと表がソーソーソーってこうあそこの音に、ええ、なってるんですよ。なるほど。それをどうやって作り出すかっていうのはちょっと企業秘密となって構造的にその倍音作り出してると作り出してる。なるほど。それがこれに生後2ヶ月のギターに入れて、はいはい、長年の研究の結果ついに形にできたしかも 3.0 ってなってることかなり突き詰めて、はい、そうですね、熟成してきたぞということで、はい、ううことで、ね、満を持して、はい、
こちらの D45 と比べてどうなのかっていうところをちょっと弾いていただこうかなと。かなりちょっと無謀だと思うんですけど。無謀な、かなり無謀な挑戦ですけど。はい、ご自身の首絞めてないですか。大丈夫です。大丈夫です。じゃあまあね、やっていただこうと思うんですけど、まあ中北さんにあの3ピックつけていただいて、このシュッと弾いていただいたのと、まあフィンガーピッキングで、このね、メロな、はい、うん、このメロディーの芯が出るように弾いていただいたので、まあそれちょっと2種類で比べてみて、どう違うのか。やってみましょうか。はい、お願いします。紹介いきますよ、どうぞ。
はい、いかがだったでしょうか。違いますは違いますよね。やっぱりその4号っていうだけじゃなくて、やっぱヴィンテージっていう音がやっぱ存在するんですね。この深みがもう。そう、4号プラスヴィンテージっていう最高峰のね。うんうんうん、ただね、はい、これはこれでまたいい音してました。ありがとうございます。ね、中木さん、どうですか。いや、これはね、椎野さんっていう、うん、あの日本のギタービルダーの草分け的な人のところにも持ってって、はい、もうお墨付き実はもらってるんですよ。これ完成形だと。あの響きすぎるぐらいだから、ちょっとトーンを抑える方がいいぐらいの、あの力出すぎちゃってる。なかなか日本ではこういうギター作ってなかったんだけど、はいはい、よく作ったねって彼は褒められたんですよね。いや本当な、そうなんですよ。本当に新岡さんが作ってくるギター本当にすごくて、うん、どうなってんだろうなっていう、ちょっとなんとか、はい、秘密聞きたいぐらいなんですけど、やっぱり、ね、いやこれはもう一つの完成形で、うん、ただまだよちよち歩きだから、そうそう、もっともっと時間が経って引き込めば、引き込めばね、うん、俺が死んで何十年後かにこういう風になってる、はい、なってるかもしれない、なってるかどうか。そのポテンシャルを感じさせるなりがありました、ね、また28ともね比べてみましたけど、う、ね、どうですか具体的に。やっぱり、うんうん、あの28が例えばあれは40何年です、45年の28、うん、もう音としても素晴らしい、うん、でもやっぱり28の音のまま枯れていくっていうことなんですね、うん、こっちは4号の音のまま枯れていく、うん、それいわゆるその倍音の、やっぱその構造的なものは変わらないっていうことなんですよ、うん、なんか2秒後にちょっと消える。あの僕が測定した結果では、うん、ストロークした弾いた2秒後までは4号も2八も同じようなこう倍音が出てるんですよ、工事倍音が、うん、ただ2八は2秒過ぎたらストンと1万ヘルツ以上が消えちゃうんですね。それがまあびっくりでしたね。で4号はそれがずっと長く続く、2八は1万ヘルツ以上がストンと消えちゃうんですね。でそれでまあキレのある伴奏とかカントリーの中では良かったんじゃないかな。でこっちはだからソロギターとしても使える作りを40番台はやってんじゃない。その特に4号がその倍音豊かにしてやってんじゃないかなと思うんですけど。なるほど、そこのあたりをちょっと抜き出して、だからこれ割と上のね、そのメロディーがしっかり聞こえる、はいはい、そう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 、1、2弦しっかり聞こえますよね。しっかり入れるんですよね。あのマーチンとかギブソンがまあ100年間20世紀100年間マンツートップブランドだったんですけど、その後後半テイラーがこうガーッと出てくるじゃないですか、うん、80年代後半から、うん、あれは何が違ったかっていうと、私はブレーシングだと思うんですね。1、2弦の音がこうもっともっと前にこう出てくるんですよ、うん、それでフィンガースタイルの人たちが使いやすかった、はい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 、でそれを採用しているんですよ。やっぱりその強度を増すためにどんどんまた後ろにしたりとか、もしかしたらそのさっき中北さんおっしゃられたようにそのスタイルの違いというか、あのカントリースタイルで伴奏とリードと伴奏とリードと交互にやるにはこの形が良かったんだと思うんですよ。とか一人でベースもメロディーもってなってくると、もうちょっと 1,2 弦が前に出てほしいっていうバランスがね、ちょっと違う、まあ目的によるってことじゃないんじゃない、良し悪しっていうよりは。そうだね、深い、いろいろこれはまたそうですね、ちょっとね、だからそういう意味ではフィンガースタイルができるドレッドノート、ドレッド、あ、しかもリッチな倍音がある。確かにあんまりフィンガースタイルってこう丸い、はいはいはい、もうちょっとこうコンパクトなサイズ感ですけど、はい、これはまたそういうのができるっていう、できる、素晴らしい、新しい、新しい古くて新しいということで、これね、まあ、エアーズどうやって購入するんですか。これはですね、うん、ホームページにすでに予約のページがありますので、はい、あ、予約できるんですね、概要欄で、うん、でも5月、はい、今年2023年5月の東京ハンドクラフトギターフェス、はあはあはあ、またあるんですね、あそこにずらっと展示したいと思っておりますので。なるほど、はい、じゃあそれはちょっと楽しみですね、はい、これ比べられるいろいろねタイプありますので、比べて弾いていただければなと思います。ということで今日はもう本当に贅沢な一日でしたが、ありがとうございました。ありがとうございました。ぜひ皆さんチェックしてみてください。ありがとうございます。さよなら。